よう、お前ら、俺様だ。今回もレシート紹介です。はい。カルディコーヒーってみんな知ってますか？いろんなところにありますよね。なんか試飲させてくれるのがいいですよね。タダで飲めるんでね。あれ目的でいつも入ってるんですけど、今回は西船のね、駅の中の店舗で買いました。何買ったのかな？ブラックペッパー？あ、そっか、ワイン買ったんだ。だよね、多分ね。違うな、ドイツ。ブラックペッパーなんて俺様買ったかな？あんまり記憶にないんですけど。日曜日の7時16分に買ってますね。あ、結構前だね。9月11日。覚えてないな、これ。なんで西船のカルディでこんなの買ってるんでしょうか。この698円のは多分ね、これワインだと思います。それでおつまみで、なんかブラックペッパーのチーズかなんか買ったんだと思いますね。うん、俺様ワイン好きだからよく自宅でも飲むんですよ。ワインって言えばね、俺様なんでワイン好きになったかっていうとね、学生の頃、指導教官のね、先生の家で毎週飲み会があって、まあ、卒業してるんですけど、今でもたまに行くんですけどね。でね、ワイン大量に出してくれてね、それでちょっとハマっちゃったっていう感じですね。はい。ということでね、西船でワインとなんかチーズを買った時のレシートでした。はい。それではさようなら。ボーボー。